皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は計算ミスが減らないというタイトルでお話しします。テストでいつも似たような計算ミスをしてしまう、そういう悩みを持っている人いるんじゃないでしょうか。ね、ミスした問題は必ず解き直しをしているんだけれど、でも次のテストもやっぱり同じようなミスをしてしまう。これ何が原因かというと、解き直しをしていても自分がどういう傾向のミスをしているか、でこれを意識しないで解き直しをしている。ただ回答解説を見て、あ、こうだったんだ、あ、こうやればよかったんだ、で解き直し終わっちゃってる、そういう場合が多いんですね。じゃあ対策としてどうすればいいか、自分がどの部分でどんなミスをしてしまうか、これを知ることです。これでかなり良くなります。そしてどうすればミスをしないか意識して解き直しをする。どうすればミスをしないかの部分が自分ではなかなかわからなかったら、学校の先生、塾の先生にアドバイスをしてもらいましょう、ね、先生方は教える専門家ですから、いいアドバイスをもらえると思います。そして最後に、本番のテストで、ね、ミスしやすい部分、ね、自分がどんな部分でミスしているかというのをここで知ってしまうから、この部分ですね、必ず最後にミスしてないかどうか、チェックをして見直ししてください。これで簡単な計算ミスによる減点は減るはずです。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。